い、皆さんこんにちは。ですね、今日はですね、そのお家の引っ越しのお話をしていきたいと思います。どうしたっけ、アタックワン。ポジション争いしてます。内見にたくさん行ったんだよね。このお家を決めるまでに本当にたくさんの内見に行ってきたんですけど、そこのお家を紹介しながら日本とオーストラリアの賃貸物件のちょっと違いっていうところに焦点を当てて話をしていきたいと思います。はい、結構いろいろあったよね、違いが。そうだね。どう、パパはオーストラリアの物件結構見たの初めてだったでしょ。なんかタイル、台所とかリビングがタイルのところが多くて、ちょっと嫌だったかな。あ、嫌なの、タイル。確かにあのパパはこのフローリングをかなりこだわすよね。フローリングのお家がいいって言ってたじゃん。フローリング信じてるからね。確かに安全だよね。あとはあと、まあ、床のあの話でいくと絨毯もすごい多いよね。あ、そうだね。はい、それでは行きますよ。ひくん、VTR どうぞって言って。どうぞ。断言行為お願いします。彼女の感じ。Hi, thank you. How are you? Hi, you got your services. Beautiful. Come through. Thank you. Thank you. リビングも広いね。エアコンもあって、なんかこのカーテンかわいい。カーテンいいね。うん。あ、トイレ。綺麗だね。待って。ここの扉もすごいしてる。あとここなんだ。あ、階段下収納。わあ。すごい。綺麗だね。ああ、これいいね、人工芝。最高。あとこの倉庫がすごいいいよね、やっぱり。あ、文句ない。今んとこ、あ、すごい、100点を上回ってる。ひーちゃん見て、プールできるね。あの、お水もあるからプールもできるし、ここもあるのもいいね、この屋根下。すごいね。そうだね。このテーブル置くんだ。そう、できるじゃん。これ、ひーちゃんで。あの、コンセントもある。ひーちゃんで。ほんとだ。ひーちゃんで。ひーちゃんで。かわいい。これもいいね。物干し竿もあるし。ママ、よし、次の行こう。これ行ってみようか。ここ見る？インターコンかな。じゃん。あ、すごい、ありがとう。あ、靴箱。すごい、すごいいいじゃん。すごい。これもいいし。フローリングじゃん、全部。わあ。いいじゃん。いいじゃん、お部屋。ひーちゃんの部屋でーす。かっこいいじゃん。あ、このタイプのまたいいね。ああ、棚あるパターンいいよね。あと鏡なのもいいよね。そう。こっちもまた。お手洗い？本当だ。こうさ、トイレと分かれてるからいいよね。あ、そうだね。おー！ひーちゃん大好きのお風呂。これでひーちゃん大好きの。ね、あとノズルもあるし。ここいいよね。ここもマイナスないわ。なんだよね。本当だね。今でも勝てんから。本当だね。ここもいいね。全部エアコンもあるし。うん。ちっちゃ。あ、まだやっぱ住んでるの。リビング。よし。フルーツある。フルーツあるね。それ触っちゃダメだよ。キッチン綺麗だね。おいで。じゃあ、緑地コンロとオーブンと、で、少々簡易的なやつ、いいじゃん。ね、使いやすそう。あと行きたい、あと。うん、あと行こうじゃん。あ、
ってごめん、くっちゃん。こっちも下なんかある。うん、お部屋。お部屋やだ。見てからでしょ。お部屋行こう。わあ。あ、広い。広い広い。あ、で、このお部屋の中にバスルーム。ちっちゃなバスルームがあります。ここ見て。だからこのさ、あの、玄関入ったらもうさ、すぐ。だから、あれじゃん。靴。わかんないけど。あ、行こう行こう。ゲタ箱。一緒に着ないだよ。で、プラスもこれだけ。ママ、一応もう手繋いで。綺麗だね、でもね、全体的に、うん、うん、階段にカーペットってすごい掃除しにくそう、ね、わーね、じゃあ入ろう3ベッドルームか、わー、まあ、広いね、あれここ2ベッドルームの使いなんだけど、見て出た、謎のあるよね、たまにスタディールーム、あれのワンルームに入れればいいの、ね、ママでもあれはないの、はい、エアコンはないです、ここになぜかエアコンがあるっていう、ママ、うん、ママ、はい、これあ、ピチャそれダメだよ、多分、あ、バスルームあったじゃん、よかった、すごい広い、これ今まで見た中でかなり広い方だ、日本のバスルームより広いじゃない、うん、とトイレとわー超固定シャワー、あ、固定シャワーでもいいね、うん、これすごい、こっちはなんか流すのついてる、ついてる、流すだけ、すごいなんか玄関が独特だね、ね、でも新しいね、綺麗じゃん、うん、20度、あ、こことさっき同じと感じだ、あ、いいね、ここに靴箱ね、うん、あ、まだまだ下から、ひーちゃんこっち来て、綺麗、うん、はい、あとなんかいっぱい扉がある、どうした、あ、ひーちゃんのルームあった、あ、ひーちゃんのルームあった、うん、開けるし開けるし、あ、こっちもあるし、同じ感じのドロワーだね、ひーちゃん、バイバーイ、バイバイしないで、あ、ひーちゃんこっち、こっち、あ、すごい広い、わーい、わーい、ね、つかないけど、バスタブあったね、ここで遊べるじゃん、これ見て、シャワーもノズルだし、うん、いいね、いいね、ランドリールームもすごい、スペースすごいよ、ママ、開けてるよ、もう一部屋みたいになっちゃった、ママ、くなる、あ、あ、そうだ、ひーちゃん、切れる、開ける、せーの、で、おー、いいね、あ、ちゃんと網戸もある。わあ、いいじゃん。一緒のやつ。うん、同じ感じだね、作りはね。水道もあるし、何、倉庫もあるし。ね。さっきのところの庭とか咲くの。まあね、そうだね。悪くない。うん、悪くない、全然。うん。ああ、倉庫も綺麗だよ。ちゃんと下がコンクリートだからさ、土じゃなくて。パパの説教部屋。これ寝る？寝る？よし、じゃあ見てみようか。おお、広いし綺麗だね。あ、テレビがかけられる。これテレビ？うん。テレビ？いいじゃん。これ何？テレビなんてな。あれ。広い。キッチンもすごい広い。可愛い木で。収納も十分だし。シンクも十分。あー、すごいね。ここもすごいよね。ここいいね。ここすごい。ここわかんない。見てない。行ってみよう、そこ。開けれない。この外あるのいいね。ね、さっきのもなかったんだ。ベランダと庭がいいね。おー、いいじゃん。おー、いいじゃん。ここで遊べるじゃん。いいです。いい感じでした。ママ、ですね。